鶴木神社は福岡県能形市下新入にある神社。旧社閣は孫社。恩賀川流域は物のべしのゆかりの地域である。倉ら大臣から高倉下を祀る神社とされる。ただし当社は旧倉手郡に位置し、この倉手という地名は筑紫国造の倉橋君の倉地がなまったものとされるので、倉ら大臣の倉地はこの倉橋君に由来する可能性もある。 なお当社は、初代筑死国像の田道命と関係があった。鳥居祭司の思祖は、筑死の国像、田道の命で、筑死者のべを率いて、神々を祀るという、田道の命の立場の孫、長旅子が、神官となった。王子は、暮らし大名人と称えられ、年代は明らかではないが、録画竹の東霊、天井、額に鎮座していた。 室町時代に入って、足利義満は、高婿の兵部協領春を武行とし、社殿を造営したてつった。戦国時代には、龍が学上主杉氏は、同社をかゆたどころ陳述の奏者として崇敬し、社殿を四畜元に、千座造営し、厚田神宮より、日本穂高を愛殿に奉仕して、八剣大臣と称えた。江戸時代に入って、伸びが、 入社殿は消失し、現在の亀岡に移した。藩主、黒田長清が再造営している。現在の社殿は、宇治湖中の放散により混流される。福岡県能が足した新入2565。ありがとうございます。